平成22年11月1日月曜日、衆議院予算委員会に出席し、国民生活などについて集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、予算編成に関する閣僚委員会を開催しました。会議では平成23年度予算編成の進め方について話し合われました。平成23年度予算の編成に本格的に着手する時期となってまいりました。現下の経済情勢を考えれば、予算は確実に年内に編成する必要があり、関係閣僚一丸となってスケジュール感を持って調整に当たっていただきたいと思います。また財政運営戦略の規律を守りながら、成長と雇用に重点を置いた国づくりにつながるメリハリのついた予算を作らなければなりません。2日火曜日、総理大臣官邸でミクロネシア連邦のモリ大統領と会談を行いました。会談では、モリ大統領の曽祖父は自分たちの世代が子どもの頃に読んだ漫画のモデルになった方だと聞いていると述べ、本を贈呈しました。午後には新日中友好21世紀委員会による表敬を受け、意見交換を行いました。意見交換では、日中間で互いに協力して戦略的互恵関係の推進に努めていくことで一致しました。4日木曜日、総理大臣官邸で日本労働組合総連合会の古賀会長から G20 に向けた要請書の施行を受けました。5日金曜日、総理大臣官邸で2010年ノーベル化学賞を受賞したパデュー大学の根岸英一特待教授による表敬を受けました。続いて菅総理は総理大臣官邸で会計検査院の西村雅樹委員長から平成21年度決算検査報告の施行を受けました。6日土曜日、夜総理大臣官邸で包括的経済連携に関する閣僚委員会を開催しました。 APEC 横浜では、アジア太平洋自由貿易圏 FTAP の道筋をつけるため、議長として強いリーダーシップを発揮する覚悟で臨みたいと考えております。140年前我が国は鎖国から開国へと大きく舵を切りました。その明治の開国に続く平成の開国も、私は国民の生活と、そして元気な日本の復活にとって必ずプラスになると確信をいたしています。